はい、こちらカワイモンドです。リアル語真実をぶちかます。はい、ですね、今日はですね、ちょっとこれぼっちの部屋として行いたいと思いますね。あ、ぼっちの部屋じゃねえよ、ね、あのぼっち動画ねとして行いたいと思います。はい、ですね、今日なんですが、まずちょっとこうモンドズクッキングやりながら、ちょっとこう、まあ恋愛話でもしましょうか、ね、本当はですね、配信したいですね。配信して皆さんとちょっとこうね、またいろいろとお話しし合いたいななんて思ってますけれども、ちょっと私お腹も減ってるので、これをやりつつ、ちょっとね、恋バナーってやつね、ありましたね。何が出るかな、何が出るかな、テレレレテテレレレ、あったじゃない、恋バナーみたいな。はい、それはいいっすね。ですね、誠に申し訳ございません。今日はですね、パンイチということでお願いします。暑すぎます。むちゃくちゃ暑いです。すいません。実はですね、ここには冷房がありません。っていうか冷房あるんですが壊れてます。はい、ということで、いつもですね、こう眠れない夜を過ごしております、ね、眠れない夜にはやはり怖い話がいいんじゃないかななんて思ったりするんですけども、ですね、まあね、こんな感じで頑張りたいと思います。はい、今日チキン、またチキンいきますよ。チキン、またチキンです。チキンをいきます。チキン焼いちゃいます。サンキューです。それはいいんですけど、またね、私は思うのは、これはまたオイル語真実の時間のやつみたいかな。オイル語真実が必要な時間のやつみたいかな、これは、うん。また跳ねますからね、またね。はい、今日もう軽くいきます。パパッとやっていきます。チキンの、本当はこれ穴を開けたんですけど、はい、ちなみにです。このチキン、いくらでしょうか。はい、正解、180円です。はい、こんな肉が180円で買えるんですよ。いい時代ですよね。青木、本当にすごいですよね。本当に感謝したいと思います。青木さん、ありがとうございます。はい、こんな安いものを買えるんだ。地元スーパー、青木です。でもなんか埼玉かなんかにあるんでしたっけ？なんかコメントが私いただきましたよね。ありますよ、みたいな。埼玉でしたっけ？どこでしたっけ？千葉でしたっけ？栃木でしたっけ？全然違う場所がある、はい、と、あとはチーズです、はい、とちょっともやしかなが、はい、まあいい、あっち、まあ、これでいいでしょう。あっち、あっち飛ぶな、これ多分これ距離もあるんだろうな、巻いたところも。で、今日はね、カナダドライジンジャーエール、はい、あっち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 、飛ぶんだよこれ、毎回毎回。ちょっと離したらいいかな。危ないからね、これ。本当に気をつけてくださいね、皆さんね。今度やりつけていったら、結構でもちょっと火通したらいいかな。ちょっと伸びます。でもどうですか、まあどうですかって教えてもらってもいいですか。ここの、SSR チャンネルに来てる方って、どうですか、やっぱり既婚者が多いのかな。年齢的にちょっとわかんないな。年齢高くてもね、関係ないですよね。独身の方が多いのかな。あ、もちろんどちらでもいいと思うんですよ。私、前、恋バナでも話したことあると思いますけど、どちらもメリットあるし、デメリットあるし、うん、全然、なんだろう、結婚してるからどうかとか、家庭持ってるから子供いるからどうかっていうのじゃないんですよね。それはもうその人の自由だと思うんですよ。うん、私今、一人身ですから。私独身ですよね。一人身ですから。ね、うん。独身って言い方おかしいけど、何回か言う。独身って言い方おかしいな。一人身だな。一人身だ。一人ですね。一人。そこですよね。うん、だから、どうだろうな、やっぱりそこのとこね、やっぱり今一人だから余計に考えるな、そういうことな、うん、
いや別に一人が悪いとは言ってないですけど、一、人でもいいと思うんですよ。全然一人でもいいんですけど、その一人でそのね、お一人様でその自分の人生楽しむってもいいじゃないですか。自由だから、どんなふうに楽しむのが自分の人生だから。例えばでしょ、あの結婚されていて今一人になっている方ね、まあ、そういった方も見えるでしょうし、まあ、子供さんもいるけど今は一人だっていう方も見えるじゃないですか。いろんなのがあるから、いろんな形があるから、私はそれでいいと思うんですよ。あの当てはめるのはおかしいと思うな。で必ずこうなきゃいけない、このレール乗ってなきゃいけないってのはおかしいと思うんですよ。だから私はそこ別に非難しようと思わないし、あの避難したらおかしいと思いますよ、そうなんですよね。だから余計に今考えるようになっちゃって一人だから、あちゃあちょわおおわたあちょおぬんちゃくねえか、ぬんちゃくぬんちゃくあちょわあちょわや手に届くとこにヌンチャクがあるってどんな家庭やねんどんな家やねん。あの手に届くとこにさすまたとか、手に届くとこにやりやすい、どんな家庭やねん。手に届くとこになんかいろいろあるもう、あっちうわぁ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 座りながら難しい。あっちこれちょっとオイル避ける練習だから、あのボクサーの人なら上手いですからね、これオイル避ける。これ誰か計算しなさい、オイル飛んでくる速度マッハぐらい飛ぶ、マッハで避ける、オイルを避ける練習。もうこれ危ないんだよね、本当に目に入ったら危ないんで、目を細めとかないでください。なんかゴーグルかなんかいるな、ゴーグルかなんか、これゴーグルつけてやらないよ。オイル越しにです、半端ないな、これ。でちょっと穴開けて、火通しやすいんですよ。本当は切り目を入れた方がいいですよ。頭ないですけど。めんどくさいんで、やらない。めんどくさいからやらないんです。ガンガン。穴でブツブツに穴開けて、こっちね。穴をブツブツに開けて、わぁ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 。料理はね、格闘技だから。穴開けて、うわ遊んでるわけじゃないですよ、遊んでるわけじゃない、穴開けてんだ。あたうわあたちゃちゃちゃうわうわあぶない。はい、ということですね。ちょっとエクサイズしちゃいました、すいません。そうなんですよね、あ、火扱ってるんで、あ、来てくださいね、皆さんね。真似しちゃダメですよ、絶対ね。はい、私、バカですから、はい。バカだから許されることもない。まあ、そういうことですよ。私は思うんですよね。だから恋愛ってそうだな、そう思うな。やっぱりなんだろう。でもな、別に一人でもあれだし、まあ一人でいて、ね、例えば男性だったら一人でいて、恋を楽しむっていうのもね、手かもしれないですよね。何回か、まあ何人か、こう、っていうのもあるでしょ。結婚してるといろいろね、あれだけど。なんやねん、あれやけど。すいません、アパホテルの時に、袴田ですって、袴田ですかね。アクセス上がってましたね。なんで上がるんですかね。袴田ですって言うと上がってるんですか、アクセス。ね、あ、そうなんですよ。だから、6月27日、私東京にいるんで、はい。番組を期してちょっと、行いたいと思います。ちょっと人数の方は分かりませんけども、マスクをしてアルコール消毒して、まあ、換気できる形でまた行いたいと思います。またちょっと黒木代表とお話しする時があるので、その前にありますから、ちょっと直接会ってお話しする時があるので、またそうですね、そこでちょっといろいろとお話ししたいと思います。黒木さん、もうね、本当私としてはね、もうやりたいとやりたいとしょうがないですよ、セミナーで。護身術の方はもう徐々にもう始めてきてもいいんですけど、まあ空手の方もね。セミナーね、やっぱコロナが来たじゃないですか、いきなり。ね。
全く予想だにしない状態で来たでしょ、うん、だからね、うずうずしてたんですよ。もうそれまでにもう何回も東京に行ってるから、うん、何回もそのセミナーで、ね、あの東京に行って、あの受講者さんの方と会って、ね、黒木大夫と会ったり関係者の方々と会ってるんで、ムズムズしたんですよ。会いたいなーって、やっぱ東京違うなーっていう、うん、あ、今度黒木大夫とは名古屋でお会いすることになったんですよ。あの中心地、中心部ですよ、中心部、はい、そうなんですよね。そう、だから東京ね、どうですか、コロナ、ね、私一応確認しますよ、当然、当然ですけど、情報やっぱり知らないといけないんで、今のようにどのような状況なのかなと、でどこで発生してるのかなとか、どのような感じになってるのかなって、もう街の中に人がいるのかなと、いろんな情報を集めてのあれですからね。無謀な形ではないですかね。皆さん分かってらっしゃったと思います。で、あと私、個人事業主もやってますから。個人事業主もやってる、個人事業主ですから、ね。やはり、ずっと停止している状態ではダメなんですよ。できないんですよね。生活ができなくなっちゃうんですよね。それは皆さん分かりますよね。はい。そういうことなんですよ。だから、あの、本当に、お会いしたいな、皆さん。はい、ということで。やっぱりね、東京はこう、なんだ、エキサイトするからね、行くとね、秋葉原も行きたいしとか、いろいろあるんですよね。まあもちろんそれはいろいろ制限があるだろうけど、今回はコロナのことがあるからね、もしかするとさっきやっぱり、さっと行って、さっと帰ってこなきゃいけないかもしれない。うん。それはわからないですね。はい、ということですね。ちょっとまた私東京行きますので、その時にこのコンタクト取りたい方、ぜひ私にコンタクト取ってください。うん、ね、受講者の方もいますので、コンタクト取っていただきたいと思います。お願いします。いつものメールです。あの推進アンダーバー ILYU@yahoo.co.jp です。で、あとですね、もちろん DVD 販売しております。それからダウンロードできます。あと護身販売もしてますので、メールで送ってください。あの電話ではなくてメールです。お願いします。で、あとはですね、まあ治安調査だとか、私やったのは治安調査、治安調査もそうなんですけど、あれですね、集団ストーカーの関連の確認ですね。確認というか調査というか、本当にこれは集団ストーカーなんですかっていうのをお話も私いただいたんですが、それはもちろん調査で、私の仕事の一環なんですね。皆さん、すみません。そういったこともありますので、そうですね。ちょっとね、またね、このエキサイトな日々に戻りたいんですよね。ちょっといろいろアクティブに私動くたちだから。今どちらかっていうと、自粛傾向で、ね、ずっと撮影してちょっと YouTube やってるのがね、こういうのが多いじゃないですか。だいたい基本、動きが。前みたいなことじゃないじゃないですか。だからそれがね、私としてはちょっと我慢ね。はい、ということで。はい、そしてですね、はい、恋愛の話じゃないですか。恋愛の話。なんかコメントに入れていただくといいですよ。もちろんメールでいただいてもいいですし、メールでもいいですよ。いや、コメントちょっと恥ずかしいし、とかだったら、いいですよ。メールでもいいですよ。メールいただいてもいいですし、その時は別に実名とか入れなくていいですよ。うん、はい、まあ、今回のプレゼントのあれの時、すいませんね、またプレゼントちょっと待ってください。プレゼント企画の時はやっぱりで、住所閉めて、名前分かんないと送れないんですけど、ちょっと恋愛、こんな恋愛しましたとか、こんなことありましたとか、振られちゃいましたとか、何でもいいです。あとコメントに書いていただいてね、それだけで。なんかね、本当にそうなんですよ。一人って寂しいなと思っちゃう時は当然ありますしね。そうなんですよ。あれ、いつだったっけかな、2日ぐらい前かな。回転寿司あるじゃないですか。回転寿司行ったんですよ。もう今、だいたい、まあでも、カンカンかけて座ってるし。まあでも、全然問題ないんですけど、回転寿司行って、食べてた時に、私、すごく端だったんですよ。橋だからみんなから完全にこう間隔かけて離れて端の方に行ってカウンターに座ったんです。そしたらどうだ4席か5席ぐらい離れて左がこちら側ね、ここあるじゃないですか、ね、回転してるじゃないですか。でここに
あの男女のカップル座った男女のカップル座ってて、で私の後ろにも男女のカップルが座って、まあ、テーブルですね、テーブル席で座ってて、でちょっと離れた向こう側のテーブル席のところに、家族ですね、ご家族でいた。だからお父さんとお母さんと お母さんあ、お父さんとお母さんの子供さん、娘さんがいた、うん、一人ですからね、はい、すいません、私思っちゃいました。あのさ、カウンター席は一人身の人でいいんじゃないのって思っちゃって、一人身の人が座ればいいんじゃないのって思っちゃって、テーブルでいいんじゃないの、テーブルでって思って、テーブルでこうカップル、あの向かい合って座ればいいんじゃないのと思って、まあ、でもあれあるらしいですよね。あれって恋愛の時のある一つの効果として、あの横に真横に座るといいらしいんですよね。実は、これある人からも聞いたんですけど、ね、あの必ず行くとプライベートの、プライベートシートっていうの。を取ってプライベートルームっていうの、まあ、ルームっていうのを取ってそこで座るときは向かい合って絶対座らないと、真横に座るんだって。でこう座って座りながらこうやって話しながらこう食べるっていう、本当にまあと思いましたけどね。なんか効果あるらしいですよ。やっぱり安心するのかな、向かい合って食べるとあんまり良くないのかな。ねえ、本当にまあと思いますけどね。ねえ、羨ましい感じですよ。そうそうそう、そうだね、うん、だからね、これ私は一人でこう食べてる。でもね、なんだろうな、最近ね、板についてきたっておかしいけど、ぼっちが板についてきたってちょっと言い方おかしいですけど、最近ね、どうでもよくなってきましたね、本当に。あの別にカップルだったら、昔だったらちょっとやっぱり一人で行ってカップルが座ったりすると、いやなんかちょっと嫌だなってっていう感覚ありましたけどね。なんだろう、全然最近はね、なんか、またそういうような感覚ないな。別に座ってても、うん、なんかテーブル座れへんねんと思いましたけど、でもなんか、うん、ものすごく気になる感じではないな。だから普通でも、食べて全然リラックスして自分のこと考えてって、やれましたから、うん、やれましたってやってますから、うん、だからあんまり、どうなんだろう、気にしなくなったのかな。そうなんですよ。どうですか。でも皆さんってこうなんだろう、どんなにぼっちの方でも多分好みの方とかっていません？いますよね。好みの方とかっていないですか？私はね、ちょっといろいろあるんですけど、いろんな方がいるので今パッと出てこないんで、ちょっとこうテロップで出しましょうかね。女性の写真出してみます。はい、ちょっとまず行きましょうか。じゃあ、そうだな、5人ぐらい決めようか。5人ぐらい決めます。はい、じゃあ行きます。まあ、この辺か、私の顔の前だと全部隠れちゃうんで、私が隠れちゃうんで、まあ、こっちがこっちぐらい。こっちはないな。こっちはこっちぐらいに多分入れます。いいか。行きますよ。はい、1人目。この人。はい、いいか。はい、次。はい、2人目、うん、はい、はい、では3人目、うん、はい、では4人目、はい、5人、はい、5人目、はい、こんな感じですね、はい、まあこんな感じですね、うん、なんだろう、私やっぱり海外生活長いじゃないですか。海外生活が長いんで、まあ両方入れるとかおかしいです。日本の方と海外の方入れておきました。混ぜておきました。いいですか。そうですね。3人の割合で混ぜておきました。3人の割合で。ね、私、今、現時点で分かってないです。3人の割合で入れておきましたね。日本人女性3人、海外の女性2人の感覚で入れておきます。はい。だからね、私ね、どっちかっていうと、海外に住んでた時間長いじゃないですか。海外に住んでた時間が長いんで、どうしてもね、やっぱりね、なんだろう。ちょっとこう、うん、外見的なことね、外見的なことを言うと、ちょっとこうエキゾチックな感じの人が好きなんですよね。うん、外見的なことを言うと、外見的なことを言うと、エキゾチックな感じが好きな人。で、前回言ったじゃないですか、何でしたっけ、チャーリーズ・エンジェルズ、ね、チャーリーズ・エンジェルズの、ね、あの人があるっていう、あの人、ちょっと、まあ、名前入れます。
あの人がいいとは言いましたけど、うん、ちょっとこうやっぱりこうはっきり物事を言ってくれる、なんだろう、明朗快活、明朗快活って明朗快活な人がいいなって、元気な人がいいのかな、多分そうだと思う、多分元気な人がいいんだろうな、元気な人、健康的で、健康的で、元気な人が多分ですよ、健康的で元気な人、うん、なんかちょっとこう暗くなっちゃう人は疲れちゃうかもしれないですね。でもこれってやっぱりあって、これ夫婦でもカップルでもそうだと思うんですけど、多分ね、同じような波長を持った人に惹かれると思いますよ、多分皆さん。そうそう、真逆だっていう人もいるのかな、いるのかもしれないけど、私は多分そうかなと思います。やっぱりなかなか言って同じような波長を持ってる人、自分と同じような波長を持ってる人をやっぱり好きなんだと思います。それはやっぱり、まあ、私はプライベートの時すごくこうおとなしくしたいとか、なるべく一人になりたい、静かになりたいとかっていうこともありますけど、基本ですよ、基本私はどちらかっていうと、基本は明朗快活じゃないですか、昔からそうなんですけど、明朗快活なんですよ。あれね、あ、そっか、でもそうだな、中学の時は、あ、でもそうか、あ、いや、でもあれだな、途中でちょっと思春期みたいなの入った時があって、あの時はあれだったな、ちょっとやっぱり、なんだろうね、あるじゃないですか、真面目になるの、急に。真面目になると社員になるの、ありましたけど、もう大体そうだな、多分2年生、3年生ぐらいかな、だったかな、でもそうでもないのかな、でもあんまりそういう時期少なかったかな、私は。なんか、バカみたいなことばっかりやってました。結局、バカみたいなことやってました、私は。バカみたいなことやってました。うん、高校の時もそうだな。大体まあ遊ぶやつ決まってたけど。うん、だからそういうの結構好きでしたよ。なんかやっぱこう、なんだろう、暗くなるっていう嫌なんですね。でもそれってちょっと皮肉ですよね。私どっちかっていうと今って、どっちかっていうと犯罪系とかそっち系じゃないですか。ね。どっちかっていうと、どっちか誤信系だと。ちょっとこうね、アングラな感じですけど、今は。だから余計ですよ。だから余計にこう、なんだろう、自分のこうプライベートぐらいはもっとこうバーンと上がるのがいいかなってのがあるんで、やっぱり女性でも明朗快活で明るい人がいい。明るい人がいい。なんかこう、家にいるとすぐ暗くなってくるから、ちょっと私はあんまり好きじゃない。あと、なんだろう。あとあんまり考えすぎない人かな。うん、むちゃくちゃ考える人はちょっと疲れちゃうな。それはな。そういうのもあります。なかなか難しいですよ。ね、もやし入れます。ここからいきますよね。そうなんですよ、私そう思います、うん、なんかそういった好みのお話があったらまたコメントください。好きな女性のタイプとか、好きな男性のタイプとか、いいですよ、コメント欄に入れていただいてもいいですか、私は誰々が好きですみたいな、したらこういう人がいいなみたいな。どうなんですかね、今若い子って誰がいいんですかね。あれじゃないですか、A 組なんだっけ、3年 A 組、金八先生になったら誰だっけみたいになっちゃって、金八じゃねえな、3年 A 組のあの人、何でしたか、春日じゃねえな。春日は違うな。春日じゃなくて、なんだっけ、菅鹿じゃねえんだわ。いるじゃないですか、男の人。菅田将暉でしたっけ。あの人、かっこいいじゃないですか。あれ、あの辺でしょ、だって今の若い子。違いますか、若い子。菅田将暉じゃないの、はい、
あの私あの作ったじゃないですか、あの大丈夫だの、大丈夫だじゃん、あの志村けんの、大丈夫だのやつやったじゃないですか。あれ結構素だっぽかったでしょ、ね、よかったでしょ、あれ A 組っぽかったでしょ、感じが、眼鏡かけてあのハチマチ、はい、別にイメージしたわけじゃありません、はい、うん、だからね、そういう好みをちょっとまた変えていただいてるんですよ。 いや、いいよな今の若い子、いいよな本当に。いろんなツールがあるから出会いなんていくらでもあるだろうなと思ってね。パン一で話しても何の説得力もないでしょ本当に。本当にね、いいですよね、それはね、あの本当に思います。はい、ということでちょっとね、ちょっとね、またこれちょっとベリーワイン、ベリーワインまたもう一回入れます。ベリーワインをちょっと染み込ませます、はい、はい、ベリーワインを染み込ませて、でぐる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 、ちょっと入れてもいいかな。これはね、あの揮発しますからね、うん、揮発するからいいですよ。これ揮発させて食べるんで、もしなんかね、あの例えば夜中に運転しなきゃダメだ、これ揮発してるんで、揮発させます。そうそう、でちょうど肉汁と合わさってね、このワインが、ね、ちょうどいい感じなんですよ。まーっと飲んだちょっと一回入れます。ネギちょっと一回入れます。ネギをパラ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 と振ります。ネギ一回振って、まあ一回前やってるんでちょっと似てますけど ね、いや前やったやつとちょっと似てますけど、前は確かトマトかなんかな、トマト入れてやりましたよね。ホールトマト入れてやりましたけど、ちょっと今回も簡単にいきます。いやでも結構いい感じの色になってますよ、ほらほら、いいでしょ。そしたらはい、いきましたね。あ、もうだるいな。まずいっちゃうな、このまま。OK! はい、じゃあ、もう消します。消したら、わかりますよね、皆さんね。何を言ってるのかわかりますよね。チーズを乗せます。はい、ダブルチーズでーす。あ、チーズでーす。誰やねん。はい、ダブルチーズ。はい、乗せました。はい、できました。もうこれで溶けてみます。はい、OK、 こんな感じになりました、ね、簡単でしょ。ちょっとワインで味付けしてやってるだけなんで、これうめえだろうな。いや、これ絶対うめえわ。あちーあちー。はい、ではいざ実食。食べたいと思います。もうこのまま鍋からいきます。さすがこれキャンプですからね。全然焼けてる。チキンが多いな最近。でもいいんで、なぜいいかっていうと、チキンって体にいいじゃないですか。めちゃくちゃ。あと筋肉にもいいんですよね。筋肉みたいな。で、あとは需要競争。うん。あと安い。それだ。うん。全然いける、全然いけるんだけど、一つ忘れた。実は本当ですよ、これ本当は後からじゃなくて、あの先にやった方がいいんですけど、このねウスターソース、本当はウスターソースをちょっと混ぜてやるっていうで、一緒にちょっとだけ入れて煮ると味がやっぱ違うんですよね。しまった。でもいいです、味ついちゃってるから大体ワインとかね、ちょっとこうもやしを刺して食べるみたいな。うん、うん、うまっ。うん、めちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまいぞ。うん、これやっぱりチーズと合うね。
なんかチキン料理を鉄板で、鉄板っていうのはもうこれありきで言った方がいいかな、チキン料理だけで言った方がいいかもしれないな。あのですね、ちょっといろいろ考えましたけど、今日恋バナってものあるじゃないですか。ですね、ちょっと変な話しますけど、変な話、あのプレゼント企画あるじゃないですか。私確か一回言ってますよね。サインとか、色紙にサインとか、あとステッカーにサインとかって。で考えたのは、ちょっと軽い DVD を作って、モンドが話しかけてくる DVD モンドが話しかけてくる DVD っていうね、車の中とかでちょっとこう恋愛な感じで話しかけてくるみたいな、あの女性だけにしましょうか。それは女性の応募者だけにしますね。男性でもそういう方がいるかもしれないですけど、私はすいません、あの多分女性だけで、はい、女性の応募者の方だけで、ね、行かせていただきたいと思います。すいません、残念だというのを思ってる方申し訳ございません。どんどん考えてます。これからリリースしていく DVD も、そういうのも面白いかもしれないですね。リリースする DVD もダウンロード限定で、モンドが話しかけるダウンロード動画、誰が買うねんみたいな。でもね、こういったね動画コンテンツもね、いろいろ本当にあるんですよ。あの耳かきをしている動画とかね、なんかいろいろありますよ。何かをしている動画、女性の膝枕にこうやって置いて耳かきをされているみたいな感じの動画の撮影の仕方とか、あと音声だけただひたすらつぶやかれるみたいな、耳元でつぶやかれる音声なの。ある人そういうの販売してるんですよ。あ、それってでもフェチズムになるのか。あるんですよ。だからなんだろう、私がやろうとしてるかどうかわかんないけど、本当に私が目をつけたとか別に間違ってないんだよな。モンドが見つめてくる DVD、 モンドが見つめてくる DVD と、どっち行くねんみたいな、どっちの方向向かっとんねんみたいなんですよ。なんでアイドルになっとんねんみたいな。でも YouTuber の方ならそんなあるのかな。あのはじめ社長さんとかね、人気じゃないですか。家にストーカークールぐらいですからね、すごい。だから弁当持ってきましたみたいな、お弁当作ってきましたみたいなね、ある YouTuber の方なんか断ってました。いや弁当とかやらないんだよ、帰ってくださいみたいな。私だったら即もらうな、ありがとうございますっつって、お茶飲んできますよとか言うな。私なら言うな、返す必要もないでしょ。男の人だったらちょっと警戒するかもしれない。それはもちろん警戒するし、あんまりちょっと怖いかな、怖いとか構えるから、こっちは完全に。不謹慎でしょ。
うん、おいしい。はい、今日ですね、暑いです、うん、今日はですね、以上をもって終了させていただきます、うん、恋バナということで、まあ、ぼっちの延長ということでやらせていただきました。はい、ですね、それではですね、また次回お会いしましょう。なんか面白い話聞かせてください。いいですか、もうどんな話でもいいです。まあ、今日は恋バナってことでやりましたけど、恋の話でもいいし、ね、日常生活の話でもいいし、会社の話でもいいし、仕事の話でもいいです、心霊の話でもいいし、 UFO の話でもいいし、 UMA の話でもいいです、護身術の話でも武道の話でも何でもいいです。はい、いろいろ聞いてください。海外の話でもいいですよ、どんな話でもいいです、ね、もしあれあればコメント入れていただくか、もしくはメールで送ってください、ね、コメントはもう分かりますね、言いたい。あとはメールですね、推進アンダーバー ryu@yahoo.co.jp、 ね、かわいいモンドまで送ってください。はい、ということですね。はい、それではですね、今日はこれで終了いたします。ちょっと飲ましょう。ちょっと何でいこうかな。いっか、もう護身術いっか。はい、それで終わります。リアル護身術を。リアル護身術を。筋肉あります。筋肉あります。ありますか。リアル護身術を。ぶちかます。